団体戦の最初、各チームはそれぞれ熱気球に乗ってランダムな場所に降り立つ。そして試合開始だ。選手は試合エリア内の聖火台を見つけ、台の周辺で戦闘を行うことによって各地区の炎を集め、最終的に十分な量の炎を競技場まで持って帰ってこなければならない。戦闘に負けエリアから離脱した場合や時間切れになってしまった場合は敗北とみなされる。立て続けの遭遇戦に勝ち抜いた強者のチームだけが熱く美しい各地区の炎を持ち帰れるんだ。団体戦で勝利した選手は次の個人戦に進出する。1対1の決闘での勝敗は個人のスコアに影響し、次の決闘相手もそのスコアによって決まる。そして数回の決闘の末、スコアランキング上位5名が予順者の戦争に参加する資格を手に入れることとなる。それではエンジン様、開会のご挨拶を。大会もいよいよ最終段階だ。誰が出陣のチャンスを手にするのか、この勝負で決まる。盛大な拍手で迎えてくれ。個人最高成績を収めた児玉ロコ代表、カチーナ選手。となるのは若くして数々の栄誉を勝ち取ってきた流線の州の勇士、ヌアラニ選手。親友同士だという2人が戦いでどんな火花を散らすのか、こうご期待。散々戦ってきたのにまだ緊張、だってヌアラニちゃんだから。でも最後がヌアラニちゃんでよかった。負けたって悔いはないよ。何言ってるの、カチーナちゃん。譲り合ってる場合じゃないよ。勝利を渇望してるんでしょ。欲しいものを声を大にして主張しなきゃ。勝ちたい。ムアラニちゃん、今度こそ勝つよ。
変人様、ファデュイです。さすがはナタの神、その名に恥じぬ手腕だ。地脈の秘密については存じている。とうに運命は破滅を示唆しているのだ。なのに500年前の約束は未だ果たされていない。お前が神の心を持っていたところで何の役に立つ。その口ぶり、女皇の命以外にも来た理由があるようだ。気球の時には誰かが救世の責務を果たさねばならない。お前の計画が滞っているなら、俺がナタのために新たなルールを作ろう。だが神聖の前には破滅が必要だ。長話をする気はないようだな。ああ、君や私のような人間は言葉より力だったな。永遠の主か。命令だ。隊長とその幇助者を全て見つけよ。頑張って、もっと早く。このままじゃ間に合わないぞ。you
よくやってくれた。さあ戻ろう。